ご無沙汰しております。新チャンネル作成でバイクに乗る暇もなく、ろくでもない毎日を送っております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。この BGM ですか？母と子のフォークダンス。うさぎうさぎ。細かいことはあまり気にしないでください。新チャンネル作成で、著作権切れの音源を物色中に発見したんですよ。60年ぐらい前のやつじゃないんですか？フォークダンスっていうかね、盆踊りですよね、これ。一体、これはどういうバイク動画なんだ？そのように思っておしまいの方もあることでしょう。まあ、バイクの下手くそなおっさんが、グダグダとくだまくだけの何かです。さて、新チャンネルのご報告ですが、完成しました。もう、動画ソフトの使い方から素材集めから、すげえ大変だったのです。完成してみて思いましたには、やはりこう、自分の帰って行く場所、みたいなところも必要だな、と痛感しました。このチャンネルは肩肘張らず、のんびりとこういう調子で、あれこれ考えずに不定期に続いていくと思います。でも、困った話が一つあるんですよ。俺、新型バイクに興味がなくて、ツーリングも面倒くさい。どうやって世間並みのバイク動画をやったものか。こいつにはバイク動画をやる資格がない。あはははははは。ま、そういうわけで、今回は、なぜ、僕が幼児期からの四輪趣味を捨てたのか、どうして下り坂のおっさんになってから、初心者ライダーになることにしたのか、そんな話でもやってみようか、と思います。30年ぐらい四輪旧車をやったおっさんが、バイク乗りになるとはどういうことなのか、中高年初心者、リターンの人が、バイクを選ぶ時の参考になったりせんかな、と思う話もありますんで。半分根元の独断と偏見。お垂れ流してみようか、と思います。毎度毎度、似たようなところばっかり走って恐縮です。お天気は上々。道路も走りやすい、と言いたいのですが、時間と場所を選んでいるからです。行くところへ行けば観光地獄。それが京都です。ものすごい勢いで信号無視。自転車やばいわー。僕がなんでバイクに乗ることにしたのか、これは一言では言い表せないものがあります。正直に白状すると、今こうして大型900に乗っていること自体、実はまだ実感がなかったりします。ありえない。これが僕なのだろうか。今ですらそんな心地がするほど、過去の僕はバイクには無縁の男でした。どうしてバイクに縁がなかったか？なぜありえないか？いろんな言い方ができるのですが、手短に言えば、母親が非常にやかましく、バイクだけはやめてくれ、みたいな感じだったからです。しかも、僕は幼少の頃から運動神経が鈍く、バイクに乗るということを考えないようにして40過ぎのおっさんになってしまっていました。別世界のことのように忘れていたと言ってもいいかもわかりません。実を言えば、バイクに興味がなかったわけではないのです。
長年、僕は四輪旧車が専門でしたが、僕が好む車体は、大体軽量小排気量で、特に日常の足を前提するような車体、となると、大体ホンダかスズキ。今でも忘れ犬車体、といえば、バモス362、チェーン駆動の S800、ブーストのジムニー、初代アルトアッツ。簡素で軽快、高回転までよく回るエンジン、そういうのが好きでした。いろいろ乗ってみた結果、パワステもブレーキアシストもない方が好き、というのも、随分若い頃に思っていたことで。突き詰めるとバイクになってしまうんだろうな。とはうすうす気づいていたんですよね。しかし、それに気づいた頃には30を過ぎてしまっておりまして。そもそも運動神経が鈍いのに、かなり体力も衰えていましたし。今さらバイクなぁ、なんて気もしてしまい、そのまま忘れてしまったというか、考えないことにしてしまったのです。走行するうち、僕にバイクを禁じていた母を、見取ることになりました。末期の肝硬変でしたので、そもそも面倒くさい人でしたから、かなり大変でした。葬儀から何から、全部済ませた後のあの感想は、なんとも不思議なものでして。不眠状かもしれませんが、あんまり悲しくもなく。俺、なんか、たくさん我慢していたなぁ。そんなんだったでしょうか。ちょうどその頃、僕の四輪趣味が限界に近くなっていました。ま、今でも四輪旧車を大事に乗っている人もあるでしょうから。ネガティブな話はしたくないのですけど。20年以上の付き合いだった修理屋さんが、廃業してしまったんですよ。次の修理屋さんを探さないといけないか、と思った瞬間。四輪旧車に僕が感じていた疑問と不満が、一気に乗り泳げりました。まず、僕は胴体保存中です。これは自動車趣味の中でも、極めつけの変態趣味の一つで、最も嫌われるやつです。いかに愛車を美的に運用するか、そこにしか興味のない、ただのオタクですので、社交性と社会性は眼中にありません。多分、なのですが、ミーティングだのイベントに参加して、普通に喋るだけで軽く10人ぐらいと口論になり、2、3人とは殴り合いになるんじゃないですかね。ま、例えばですよ。純正パーツが一番いい。これだけで、改造自慢のおっさんやらが激怒します。そして、安上がりにこれでいい、と、レプリカ部品で仕上げている連中も。偉そうにすんなよな。もっと言うと、純正パーツなんと手に入らない車体だってあるわけです。そういう人たちからすれば、何が言いたいかはわかるけどよ。俺らの苦労とか、わかんねえだろ。ツーリングなんか、当然ですけど、やりません。走ると車が痛むから。走らせるのは、状態を維持するためだけ。今から20年ぐらい前でしたっけ。ある時、僕は気づいてしまいました。どうせ乗らないのです。眺めるだけ、存在を干渉するだけなら。他人様が磨いているやつを拝ませてもらうだけでよくないか。半分、修理屋さんとの付き合いで続いてしまっていた趣味、というところがありました。非常に整備の腕のいい人で、20年以上世話にもなっていましたので、どういう風に整備するのか、見せてもらうのが楽しい、というぐらいの感じになっていました。愛車のことも、かなり気に入ってはいましたし。まあ、いいか。みたいに、惰性で続いていた趣味だったのです。四輪旧車への不満、というのはまだありまして、先ほど、ちらっと書きましたが、旧車四輪の人間関係が、ほんと、面倒くさかったです。旧車は芸術。旧
注射は分解さん。これは選ばれた人だけに許された世界。地獄の車高なんですよ。こういうことを本気で口走る人が普通にいたのですが、それがいかに面倒くさい連中なのかというのは、ご想像にお任せします。新しい修理屋さんを探して、またぞろああいう俗物どもの相手をせなならんのかと思うと豪腹。それから2000年ぐらいからでしたっけ、A 社だというのに欠品パーツが増えてきて、リビルド品に頼る場面が出てきたのですよ。再生パーツが新品より性能がいいわけはないですから、2010年を過ぎたあたりで、なんかこうパッとしない車になってきたなという気もしていて、いつまで乗れるんだろこれみたいな感じもしました。次の修理屋さんを探すぐらいならもういいんじゃないのかと手放したのでした。それでこう乗るものがなくなってしまいまして、何十年かぶりに市バス生活、車庫に自転車すらないというのは初めての経験で、僕は甚だ困りました。物足りない限りなのですが、欲しい車がまるでない。自転車でも買おうかしら。だったら原付きはどうよ。電動機付き自転車じゃん。そう、これはバイクではない。バイクではないから、多分、俺でも乗れるはず。この衰えた体力で、重量200キロに及ぶ中型400は無理、多分無理。多分ではなくて、確実に乗ったら生きて戻れない、そういう確信がありました。でも、原付きならいけるんじゃね？近所のおばあちゃんでも、スクーターぐらいは乗っていますから。彼女を侮るつもりはありませんが、あの人で OK なら僕でも。ところで、どういう原付きにするのて？今にして思えば、これが全ての始まりでした。僕はそこで、旧車時代の部品供給に悩んだこと、それから、機械構造で苦しめられた色々を思い返し、スーパーカブしかないやろ。空冷暖気筒のキック式、水漏れ油圧漏れ、バッテリー上がりもセルの故障も関係なし、極楽は間違いない。そのように確信したわけですけれども、ところがこう、いざ本気で株生活について考えてみると、ある不安がよぎりました。僕の脳内ではこのような意見があったのです。いや、しかし、だよ、黒サンタ。もしかして、株でバイクに目覚めてしまったら君はどうするつもりなんだね。いやいや、君は間違っちゃいない。株は絶対に君を裏切らないはずだから。しかし、その後はどうするのだね。先日、君が売り飛ばした愛車の代金なのだが、まだ銀行口座に残っているだろう。あれで、一挙に免許とバイクを手に入れてしまう、ということだってできてしまったりするのだよ。貴様はそこまで考えていますか？やはり、先々があるとしたら、ロータリー式でなく、一般的なマニュアルに慣れた方がいい。株のメカニズムでマニュアル、といえばです。そして、とある場所で、埃をかぶって転がっている長期在庫のジャズを発掘。迷わず買ってしまいました。案の定、買った初日に、筋力不足で立ちこけ。体が硬くて、路面の凹凸、バイクの動きについて行けず、時速30キロが怖かったです。でも、乗ってすぐに気づきました。面白いじゃん。世界が目前に迫るこの感覚、疾走感と軽喜び、これは四輪では無理。ろくに乗れもしないのにもう夢中でしたっけ。
いろんなものが、ジャズの上で剥がれ落ちてゆく心地がしました。四輪時代の憂鬱もそうでしたし、去り際に、とことん暴れた母のこともそうでした。ジャズの上で見る景色は何もかもが流れてゆくようで、やっと一人になれた。実は僕は、そのことを喜んだのかもわかりません。これは僕が、人生の中で、どこかに置き忘れてきた最後のパーツ。本当に一人ぼっちになってしまう、というのは難しいことだと思います。他人は関係ない。他人はどうであれ、淡々とただ己は己であり続ける。僕がバイクを欲したのは、無意識にさえ、それを取り戻そうとしたからなのだ。多分、そういうことだったのだろうと思います。身体改造もこれで7年目。まだ下手くそですが、大型も大体乗れるようにはなってきたような。それではまた。